気仙沼市田中の旧気仙沼市立病院の解体工事が始まりました。跡地には気仙沼市役所の新庁舎が建設されることになっています。昨日は菅原茂市長や市の職員などおよそ40人が出席して解体工事の安全祈願祭が行われました。旧気仙沼市立病院は1964年に建設され、移転新築された2017年までおよそ50年間にわたり市の基幹病院として利用されてきました。跡地には2027年度の利用開始を目指して市役所の新庁舎が建設されます。現在の市民の生活の中心地の一つであります、この地区にですね、新しく庁舎ができることが市民全体のですね、利便性の向上につながるもの、また我々の防災力の向上につながるものと思っています。解体工事は再来年の1月末までに完了する見込みです。